2年連続の日本一を逃したヤクルトが FA 権を取得した阪神岩貞祐太投手31の獲得調査を検討していることが30日分かった。球団関係者はもちろん左投手は希少価値が高いからねと話しており、貴重な左腕の動向を注視していくことになりそうだ。リーグ3連覇を目指すチームにおいて左投手は重要な補強ポイント。今季は田口に加え終盤からは久保も台頭。それでも28日には来季も戦力と考えていた宮台が現役引退を決断したこともあり、先発、中継ぎで実績を残す左腕が加入すれば大きなプラス戦力になる。岩貞は横浜商科大出身で関東に馴染みも深い左腕。今後、権利を行使すれば早急に調査を開始する。